安藤正恒は、大正、昭和期のジャーナリスト、政治家、元国務大臣、文部大臣、東京府東京市浅草区浅草松葉町にある、新州大谷派、新竜寺の住職、安藤良海の子として生まれ、創籍を有する。青年時代は、注文改革運動に情熱を燃やしていた。1895年に、哲学館、1899年に、 東京専門学校哲学科をそれぞれ卒業。リック活難主催の新聞、日本記者を経て、東京朝日新聞に入社し、1920年には、取締役編集局長となる。同年の衆議院議員総選挙に、旧東京7区から無所属で立候補し、当選を果たす。以後通算して、当選11回。後に、立憲声優会に入党し、 鳩山一郎派に所属する、文部政務次官、政友会幹事長、久原派総務等を歴任。戦前より反軍的傾向を強め、1941年には鳩山と共に翼山議員連盟に対抗して同好会を結成。翌1942年の翼山選挙では、非推薦で当選した。戦後は鳩山、上原悦次郎らと、 新党結成に動き、1945年11月に結成された日本自由党では政務調査会長となるが、翌1946年公職追放となる。1950年に公職追放が解除、1952年の総選挙で国政復帰後、自由党内に三木武義石橋丹山、河野一郎らと範囲吉田茂の 民主化同盟を結成するが、恩恵な形で、党内民主化を図るという考えから、翌1953年のいわゆる、鳩山自由党には参加しなかった。1953年第5次、吉田内閣で国務大臣として入閣すると、今度は政権延命のために、鳩山自由党の取り込みを図ろうとする吉田の思惑も視野に入れて、動くようになる。 同年10月16日、音羽の鳩山邸にて、吉田はあなたに工事を託したいというのが真意だと、説得し、11月31日、三木、河野、松田竹千代ら、8人の侍を除き、鳩山自由党の大部分が復帰することとなった。しかし、翌1954年11月、石橋、岸晋介が除名されると、鳩山と共に自由党を脱党し、 日本民主党を結成する。同年代一時、鳩山内閣発足とともに、文部大臣となるが、翌1955年度特教育を重視する社会科会提案を提唱し、物議を醸した。1955年10月14日、現役第2子在任中に死去。79歳没。ありがとうございます。